どうもです。サムライスピッツ練習対戦研究実況プレイの23回でございます。だいぶご無沙汰しておりますが。ここ最近の、あれの影響でね、自宅待機っていうか、だいぶ暇な時間が増えてしまったんでね、ならもう動画を撮りますかという、配信か動画かって感じになってきましたんで、続きをやっていきますよ、久しぶりに。半蔵ですね。ちょっと最近はあんまり、がっつりやってないんで、てかそもそも半蔵はあんまり戦ったことがないんでよくわからないんですけど、あとステージどこだろう。どれもでいいか。道場っぽいから道場でいいか。火だ。そもそも半蔵、そんなに、前のバージョンから対戦したことがあんまないんだけど、バージョンアップ入ってですね、半蔵は一応強化されているのかな。ですね、強化点もちょっとやりながら、技の紹介とかをしていきますかね。ガルフォードをやったのが相当前なんだけど、一応あれと似た感じで、ある忍者キャラですけども、特殊技、空中投げと三角飛び。三角飛びはいつもの。これは降りる攻撃がないのか？これは降り蹴りないんだっけ？なさそう。あれ前だっけ？あ、あるわ。あるある。ありますね。で、調整点でジャンプ蹴りがめくれるようになりましたっていうのがあって、それがこういうとこでちょっと生きてくる。結構低めじゃないとめくれないな。めくったからってその後繋がるわけじゃないんですけど、このゲームでは。触って有利取ると。で、もう一個空中投げ。めったに見ないから、このゲームの空中投げ。ね、ジャンプ前系ですね。高度制限があるせいでね、最低空上りとかじゃ出ないんだよね。垂直から出づらいだけかな。前ジャンからは今出たな。あ、でもやっぱ制限はあるな。使えなくはない。前方向じゃなくて、完全に横じゃないといけないんですよね。6じゃないといけないんで、斜めジャンプから出しづらいんですよね、このゲームの空投げは。空中で崩しのボタンじゃ、あれ出る？あれ出たっけこれ。あ、出てないよな。前押しながらだよな。そうだよね。K と HS 登場したからか。崩しが。いや、空中で崩しボタン、ワンボタンでいいと思うんだけどなぁ。じゃダメなのかね。はい。空投げね。で、必殺技がちょっと多いんで、パパッと。まず爆炎流。初代サムスピーの頃からある。あれ、ある気になってる。ペコペコファイヤーですね。弱中強と。通常時のバック炎流は、牽制に使うって感じなのかな。飛ばせて落とす感じかね。落とすって、体育がやっぱ空対空しかないキャラだと思うんだけど。ジャンビーあんま速くないっすね。あんまり発生速くないわ。空対空そんな強くないのかな。これで飛ばせて、空投げ空、そういう感じになってんのかな。あんまりやられたことないからわかんないけど。ちょっとノーマンの爆炎にはそんな強くないっすね。
怒り状態の爆炎竜がこのキャラのまあ主力技でかなり強力な、まあ、発生が速くなって硬直も減って当たると多段で、まあ、しかも追撃も一応早ければ入って、でさらに怒り状態が長いんですよね。半蔵は怒るまでは遅いんだけど、怒ったら長いので、この状態でできるだけダメージを奪うという感じですね。うん。アップデートでこの後の追撃できる時間とかも確か前のアップデートで伸びたりしたんじゃなかったかな。そういうのがあるんですよね。で、これガードされた時が、まあ、この間にこう崩しに行くんだけど、まあ、普通のこう中下のタクもあるけど、強いのがダッシュ強切りで、これがめくりで当たってめくりの中段なんですよね。めくりの中段 でこいつこれからこれをやるとほぼガーフですよね。このゲームはもうなんとかファンタジーみたいにガードボタンはないので、もう手動で前後ろを入れ替えないといけないんだけど、サムスピのシステム上連続ガードっていうのはないので、こう右から左に入れた隙間でこう当たっちゃうんですよね。当たっちゃうというか、まあこうガガガガガッと当たってるところで、なんだろうね、こう本当に猶予なしでガードを切り替えないといけなくて、まあ、それもほぼ物理的に無理なんで、コンピューターガードしてくるけど、ほぼ無理なんで、爆炎竜か、この霧どっちかは食らっちゃって、まあ、先に爆炎竜当たった場合は、そのまま爆炎竜からダッシュ強入り繋がるんで、結果、まあ、ダッシュ台切りの分のダメージはもらっちゃう感じになるんですよね。なので、まあもう爆炎竜ガードしちゃったらもうきついっすって感じになるんで、まあなんとか向こうはかわさないといけないんだけど、そこはもうキャラごとに対策を考えましょうって感じなんだよね。あれはマジでね、相当反動が強い時間ですね、怒り状態は。うん。まあ玉消しとか、まあ弾低いんで、こういうのがかわせたりとか、ちょっと難しいんだけどね、実戦でやるのは。熱帯だし、特に。まあ、あとなんだろうね。こういうので、無理か。ちょっと危ねえか。触っちゃってるな。前に打ってほしいんだけど、まあダメだな、遠すぎるな。あとはバックジャンプ強切りとかで当たらないように、当たらないように、これキャラによってジャンプの性能が違うからこんな感じになるとかいうのが、まあ一番無難な対策ですかね。ギリギリ引きつけてバックジャンプしないと踏んじゃうんでね、まあ、練習っすね。はい。でもゾウとしてコマ投げっすね。ストライクヘッズ。弱中強の違いは、弱は発生早い、中は力値が長い、強はダメージが高いかな。リーチは、あ、強のが長いのか。まあ、弱中強の順でリーチがどんどん伸びていってダメージも上がっていって発生は遅くなっていくって感じですかね。弱より中の長い、中強、まあやっぱ強の方が長いですね。ダメージ弱が180、中は200だったかな、100
結構減ってるんだよな、これ、駒投げね。230でしょ。これ、源十郎の駒投げ。150だもんね。そう考えると減ってるんですよね。うん。で、この駒投げはダッシュ中に出すと、モゾ落とし、ハヤテでいいのかなが出るんですけど、これがアップデートで変わって、強だけになったんですよね。弱中は変わらなくなった。強だけダッシュから出すと、ハヤテになるようになったと。これちょっと短いんだよね、ハヤテは。で、ダメージが低いんですよね。で、これ手前側に引き込んで当てる感じになると。あと当てた後の多分フレームが違って、置き攻めセットプレイとかが変わる？そんなことない？それはバンデラスか？これ変わんねえか。まあこれを使う目的は俺あんまよくわかんないんですけど、どういう時に使うんだこれ。入れ替えたい時？まあ、ちなみにダッシュ、これダッシュ強の早手これ180ですけど、ダッシュ中の普通の戻落とし、これ200なんで、いや、中でいいんじゃないかと思うんだけど、あれかな、強戻落としが強いから、ダッシュ強戻落としが強いから、それを制限するための、この、弱くなるっていう技なのかな。これダッシュ強戻落としを、弱くしますっていう調整なのかな、これ。ちょっとね、よく意図がわかんないですけどね。まあ、一応こんな感じになってますね。はい。まあ、怒り状態はもちろんダメージちょっと上乗せしますけど、性能は変わんないですね。でも、モズ落としの使い道というか、よく、もう初期バージョンからよく見たのは、遠距離強切り、これ結構リーチあって、カードされると弾かれて、まあ、不利ではあるんだけど、キャンセルはできるというところで、ここで、強モズですっていうのがあって、ガードされて強モズ。これは相手が暴れてた時に、ガードリバーサル。シャガ中暴れとかにするけど、シャガ中暴れ。にします。これを据えると。で、結構これは、まあ、今、中は届かなかった。強モズですね。まあ、このボードは結構ね、強いんですけど、一応、弱とかは多分無理なんで、さすがにこれはもう確定しちゃってますんで。まあ、安いからね、いいんだけど。あれか。こういうのが確定するか。あ、これは確定しちゃいますね。まあ一応知ってる相手には通じないけど、反応遅れたりすると食らっちゃうんでね。まあ毎回入れとくのはいいんじゃないかな。今日もそうね。リスクは多分ないから。はい、入れとくっすね。で、次、忍法、静音。沈ね。静音はちょっとな、違うかな。静音ボタンの静音。まあ、フェイントは出すね、これはね。何もしないと。まあ、この前に先にその次の技だよね。演武。演武と、うつせみ天武、うつせみ地山に対するフェイントですよね。まず演武が、逆昇竜で弱中強蹴りと4つあって、ちょっと待って、はい、弱は、左上から出ます。これ絶対左上。これ右側にいても左上から出る。これちょっとね、紛らわしいというかな、逆に俺は分かりづらいんだけど。手前、自分側の上とかじゃなくて、左上なんだよな。まあ、で、中が、その場じゃねえのか。左下か。中が左下ね。
今日は右上。今日右上つって。絶対右上から出ると。これ空中から出た場合は空中攻撃出せますんで。で、蹴りが右下か。っていう技で、まあ、フェイントに使ったり、奇襲に使ったり、逃げに使ったり、消えるまでも敵じゃなかったりするんで、性能は、まあ本当に近くでは出せないですけど、こういうのは危ないんでね、こういうのは全然できないから食らっちゃうんで、まあ、あんまりこれ、結構リスクあるから使わないと思うんだけど、このジャンプ蹴りがめくれるようになったことで、ちょっと触りやすくなったんですよね。上から行った時に。で、あと、なんか消えた後の出現する、軌道、ジャンプの軌道が選べるようになったと。こう、左押しっぱなししてると、左押しっぱなししてると左に戻る。で、ニュートラか右押してると右に行く。って感じですかね。こんな感じになったと。これ結構面白い軌道で飛べるようになったんで、まあ気分で使ってみてもいいんじゃないかと。ガード方向もちょっと分かりづらくできると、あと投げのタクもあるんで、これ完全に潰すのはさすがに難しいんで、昇竜拳持ちでもね、一応レイシャンはサンダーを置けばいいんだけど、普通のキャラは結構厳しいと思うんでね。まあまあまあ結構博打技ですけどね。で、次が、うつせみ天部、うつせみ地山。逆ヨガの、K と、弱切りか中切り。これね、まあ、ガルフォードと一緒ですけど、ガルフォードは前後が選べたんだよね。で、ハンゾの場合は上か下かが選べると。これは、まあ一応両対応できるタイミングはあるんだよね、確か。レイシャンはこれもサンダーでいいんでね。レイシャンは消えたら弱サンダーを置けば全部のワープに一応対応できるというのがあるんですけど。まあフェイントに引っかかるけどね。技じゃなくて弱昇竜にしてみる。ミスター、消えて出現前に1個やられ判定が出てはいるので、これ相手が空中にいたりするとすぐ反動出てこないのかな。違う、あ、そうだね、ま、ちょっと待つんだな。反動相手が落ちてくるまで待ってから出てくるわ。これ上は？上はすぐ落ちてくるよね。あれ？上も待つのか。あ、じゃあ飛んで相手がん？出てこねえなと思ったら絶対昇竜打てば絶対当たるのか。一応そうなのか。上でも下でも、消えたって、あれ、出てきたな。出てきたな。あ、待ってる時間、あれが、制限があるのか。かすった。珍しい。まあ、ちょっと早めに止めば、まあ、大丈夫なのかな。ちょっと待って。あ、だった。あ、じゃあ、あれか。ジャンプ強切り、昇竜にしとけば絶対対応できるか。そうね。一応、ジャンプ強切り昇竜って言うときはどっちか当たるみたいな感じか。はぁ、あ。そんなやってる人いるんかな、わかんねえけど。これ
演武やったらもうすぐ出てくるから、昇竜はやめるっていうのが多分できると思うんで、まあわかんねえな、やるんかな、そういうのどうなんでしょうね。本当に炭蔵とガチるってなったらやるかもしれないですね。で次、身代わりの術仏鬼、これはまあ初期バージョンでやばかったレプリカコピーですね。まあ今のバージョンはやっぱり弱いです、これは。出ない。すんごい遅いね、やっぱね。めっちゃ遅い。もうこれで割れる技は何もないんで、使う必要はないですね。忘れていい技になってしまった。次、忍法烈風手裏剣。これも初期バージョンはゴミだったんですけど、烈風手裏剣、今はそんなに使えなくもない。着地硬直がめちゃめちゃ減ってるんで、もう普通のジャンプと同じぐらいなんですよね、着地硬直が。メジャンプがいらないんで、上入れっぱでいいんで、バックステももちろん最速でできるんで、ほぼ着地取られないですね。空中にいる間に攻撃されないと、ほぼ、まあ、投げとかはもらわないと。これ最初のバージョンは、ヤシャマルの木枯らしぐらい硬直があって、あれと同じぐらいの死に技だったんですけど、まあ、木枯らしも強化されたんで、死に技は着実に減ってきてはいますね、このゲームはね。まあ、身代わりが死んだんですけどね。そんな感じ。この技は、低空でも一応出せて、バックステからも出せるんですけど、半蔵のバックステって、まあ、ガルフォードと同じで、距離が長くて、で途中で空中技でキャンセルができる。地上技もキャンセルができる。で、まあ、バックステレプジー結果あるんですけど、これもっと早くキャンセルが一応できて、ちょっとむずいんですけどね。こんな感じで、一応、最速レップ実験は出せるんだけど、まあ、あんま意味はないですね。結構、とどめにこれで削りに来るみたいなのは、あるかもしれない、ですね。はい。今、何分 ?23 分ぐらい。武器飛ばし。微塵隠れ。これ、いつの武器飛ばしたっけな。天草降臨の修羅からせずどっちかにはあったと思うんだけど、ザンクロは覚えてないな。ザンクロからかもしんない。怒り状態にして、ドンと。微塵隠れってなってんだけど、このゲームは透明になる効果はないんで、昔はあったんですよね。この技やった後一定時間透明になったんですけど、このゲームにはそういう性能はないですね。ただの攻撃技。中攻撃以上からつながる。つながる。これリーチ伸びたんだっけな。前投げからも後ろ投げからも入るようになってるんで、まあ結構普通に使える技だよね。対空性能とかは、反応できたら落ちんのかな。どうなんだ。ああ、保証とかはないね。まあ、対空で使うのは危ないですね。三角飛びとか見えたら、どうなんだろう、これ上の方まで安定あんのかな。ああ、ありそうだな。追い込んで、こう、三角飛びとかで逃げるキャラには落とせるかもしれないですね。はいはい。あとそう、アップデで、ダッシュジャックがキャンセル可能になったっていうのがあるんだけど、から武器飛ばしはさすがに無理でしたね。
繋がってない。繋がってないっす、これは。ダッシュジャックキャンセル可能のね、使い道あんまよくわかんないんだけど。ダメね。使いどころよくわかんないですけど、まあ、ダッシュジャック、バック遠流くらいしか、わかんないんだよ。なんかあるかね。当たってもゾウとしとか入るわけじゃないし、キャンセルできる技ってあともね、演武とかになっちゃうからね。ちょっとよくわかんないですよね、これは。はい。で、非奥義、新モゾトシ。これなんて読むのか。壊滅違う。わかんねえや。まあ、非奥義っす。ロレントって言われてたやつですね。消滅。これがダメージがアップしましたってなってるんですよね、バージョンアップで。690はまあ前が分かんないんだけど、普通かな、普通かなって感じなんだけど、半蔵の体力ってバージョンアップで上がって平均体力になったんだよね、多分。で、ちょっと待ってね、源氏郎も平均だよね、100だよね。で、まあ、源氏郎に690ってことは、まあ690ダメなんだよね。これ源氏郎の五行はこれ700なんで、まあ源氏郎と比べたらまだ低いんだよね、一応ちょっと。なのでまあ前が弱すぎたのかなという感じなんですけど、別に当てやすい技でもないし、まあちょっと上げましたって感じですかね。うん。そんな感じですか、技は。で、半蔵の戦い方はね、やっぱりよくわかんないんだけど、ガルボードと違ってパピーはいないんで、パピーの代わりにこのぴょこぴょこファイヤーを使っていくんだけど、あとはこう、タチチューとかが強いんですよね。タチチューが長い。これまたバージョンアップでさらに強くなってると。シャガチューも判定が強くなってキャンセルがかかる技なんで、まあ、とりあえず爆炎流を縦に、爆捨て爆炎流とこう距離を測って、爆捨て爆炎流が炎武に化けることがよくある。うん。で、たまに、まあ、ダッシュ中が中段で、あ、違う違う、ダッシュ中が下段で、ダッシュ強が中段で、めくりで、っていう感じなんで、その辺をこう混ぜて、ガードを崩していくと。で、ダッシュ投げも使っていくと。うん、いう感じ。崩しはまあ強いのかな、という感じですかね。やっぱ守りはあんまり、空対空も強くなさそうだし、地上対空が多分全然ないんで、蹴りか、蹴りって落ちんのかな、これ。ああ、蹴りか。ちょいむずいな。蹴り戻すしか、ああ、できるか。一応蹴りで落ちんだな、じゃあ。なるほど。蹴りもゾトシか。ゾトシじゃない、バッケン流。蹴りもゾトシってあったよね、昔なんか。確か昔あったと思う。これも使う感じか。あ、とか、蹴りが立ちに当たんないから、まあ、蹴りもゾトシが当たると。なるほどね。セラがちょっと強化されてるみたいだけど、まあ、結構これは硬直長い目のセラなんで危なさそうですね。これの方がいいのかな。これもガードされたら弾かれるんで危ないんですけど、
まあ、チクチクやるキャラかな。で、怒りが溜まったら一気にこう、うおーっつって、爆炎とこれではめるって感じですよね。多分ね。まあ、怒りゲージ溜めるのは重要なんで、あ、そう、怒りゲージもね、アップデで、こう、時間がわかるようになったんですよね。マジで怒り溜まりにくいよな、これ。死んじゃってるもんな、これ。ちょっと源氏郎と比較してみますよ。もうちょい。ちょっとね。で、源氏郎もちょっと溜めます。これ、強切り2回でこれだもんな。お二人並べて、こう下のゲージがどんどん短くなっていく。源氏郎はここで終わって、半蔵はまだ3分の2ぐらい残ってた。源氏郎の3倍近い時間あるんでね、怒りゲージが。で、この間に、うわーって感じですね。って感じで攻めると。まあ、これが強いので、まあ、できるだけこう、弾を直画してみたりとかして、ゲージを貯めたり。したいとこですかね。はい。こんなもんかな。マジで半蔵、マジでわかんないんですけど。マジでわかんないんですけど、そこの精度を上げればいいんじゃないかという。差し合いとか、まあ差し合い立ち中だよな。まあ弾きを狙われがちだと思うんで、やっぱり、下強が下段なんですよ。適度に下強を振るんだろう、多分な。下強は多分強い。弾かれる下強なんで、弾かれても痛いの食らわない距離で。って感じですかね。はい。で、まあ。最近のあれで暇なので動画を残りのキャラをどんどんやっていきたいところなんですが、残りのキャラがシャルロットとあと DLC キャラのバサラ、カズキ、ミナ、ソウゲツとなってるんで、まぁ、ちょっと DLC キャラ溜まってるんで先に一人やろうかな。バサラあたりを。まだ全然使ってないキャラですけど。で、シャルロットやって、ミナー草月の順かな。最近は本当にマジでグラブルばっかりやってるんでね、サムスピもちょっとやっていかないと忘れちゃうんで、サムスピを配信とかでやった時はマジでレイちゃんとワンフしか使ってないんでね、他のキャラが全然わからないんで、ちょっと、なんとか頑張っていきたいところですね。はい。では、ありがとうございました。また次回です。よろしくお願いします。また明日。